なごみの暮らしのコーナーです。第4木曜日は日本のさまざまな風景について清水雅弘さんにお話を伺っております。清水さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日テーマにされたのは一体何でしょうか。広島県からですね、はい、意外と日帰り県内なんですけれど、南の方に下っていくとですね、うん、もう今やもうその橋が、3本もかかっているんで、島っていうイメージじゃないんですけれど、まあ、大きな島っていうかですね、四国島というにはもうはるかに大きさがはるかに大きかったかなっていう感じがしますが、うん、その四国、まあ、四国はね結構いろんな旅の情報とか、はい、そういうのは意外と入手しやすいとは思うんですけれど、はい、まあ、四国でも意外と知られていないとかですね、うん、これから知られていくであろうとか、四国のいろんなですね、はい、まあ、キワっていうかですね、キワ、まあ、極めるの際でもありですね、うん、ちょっと端っこっていう意味合いもあるかもしれませんが、うん、まあ、そんないろんな四国の際の場所について、お話できればなというふうに思ってるんですが、かなりなピンポイントのそうですね、ちょっとコアかもしれませんね、コアな感じかもしれません、その際、まあ、極めるの際もあり端っこというね、本当に際の部分という意味もあるものなんですが、具体的に言うと例えばどういう際になっているんですか。そうですね、例えば、まあ、ここ数日前ぐらいにですね、はい、私は行ってきているんですけれども、例えばその標高というか高さの際っていうかですね、うん、というふうなことから言うとですね、はい、四国に、まあ、知ってる人は知ってるんですが、意外と知られてないのは中国地方の最高峰の大山を超えるぐらいの高さの山がいくつもあるんですよね、いくつもあるんですか。いくつもあるんですよ。そうなんです、四国に、というふうに思っちゃいますでしょ、ね、四国って言ったらなんか穏やかな感じがしてですね、はい、それこそ本当に太平洋とかですね、うん、今度は逆にその穏やかな瀬戸内海っていうような感じで、うん、四国に山あんのみたいなですね、そんな形で思われがちなんですけれども、うん、はい、山陰地方の大山が標高は1700メートルあるんですね、うん、それを超える、西日本でも最高峰と言われてるですね、うん、石槌山っていうですね、そういう山があるんですよ。石槌山という名前は聞きますよ。ですよね。四国でも結構霊峰とか言われてたりしますけど、でもそんなにあんまりこう高い山っていう風な認識はなかったかもしれないです。ないですよね、うん、ところが石槌山標高はですね、その大山を超える1900メーター台もあるんですよ、ね、もう2000メーターに後でちょっとそのお手が届くぐらいのような感じなんですね。本当ですか。そうなんです、清水さん行ってらしたんですか。ちょっと数日前にですね、先月から今月にかけてっていうかですね、もう何度も何度も、四国参りっていうかです、ね、何もお遍路に行ってるわけじゃないんですけれど、いろんな際をですね求めて行っているんですけど、うん、その中の一つで、まあ、その登山の案内も含めてですね、はい、この石槌さん、行ってきたんですけれど、どうしてもこう中国地方の山というと、まあ、なだらかなというか丸みを帯びたというイメージはあるんですね、うん、はい、石槌山、ね、あまりこう山って、そういえば四国の山って注目したことがないんですけど、形としてはやっぱりどんなこう装いをしてるんですか。見る角度によっていろんな、まあ、形に見えてくるんですけど、うん、この石槌山のちょっとですね、まあ、西の方向ぐらいかな、はい、西のちょっと離れたところぐらいからこの石槌山を見ましたらですね、なんとマッターホルンのような形をしています。キューンという感じなんですか。まさに、ね、とんがってますっていう感じのもうその本当に、音が聞こえるぐらいのようなですねお見事っていうぐらいのような、そんな形をしてるんですよ、これは本当に見事です。それだけに先ほどおっしゃっておられたように、ここは修験道の山でもあるんですが、うん、やはりその形を昔の方が、下からご覧になられたらやっぱりですね、天狗がいるとかですね、神様がいるとか、やはりそういうその修験道の山に、うん、ふさわしいぐらいのような山の形っていうか山容してるんですよ。でやはりその三角形のマッターホルンのような形の一番突端のところ、うん、まあまあ、頂上は厳密に言うと2つあるんですね、うん、そのうちの標高の高い方の一つの名前がなんと天狗岳って言うんです。本当にいたんじゃないですか、やっぱり。いやいや、いたんでしょう、これは。天狗がいてもおかしくないようなぐらいの本当にかっこいい、山の形をしてますね。登山をされるという、まあ、皆さんから見たら石槌山というのはやっぱり難易度高い
山なんですか。そうですね、あの標高が高いですから、うん、まあ、それなりにある程度歩かないといけないっていうところもあるんですけど、うん、まあ、四国の人っていうか、これはあの国土交通省がしたのか分かりませんが、なんとですね、標高1900メーターの山のふもとの1500メーターぐらいのところまで、はい、石槌スカイラインっていうですね、これ大型バスでも入れるようなバスがあるんです。それはなぜかというと、ここはやはり石槌山というのは、まあ、霊山でもあり、はい、うん、今でもですね、やはり山開きが7月ぐらいに行われて、うん、で修験の方が行かれるんですね。でやはりそういう修験の方が団体で行かれたりとかするっていう、まあ、そういうこともあってですね、で、大きなやっぱり神社祠みたいなものがあったりとかしますから、うん、1500メーターぐらいのところまでは大型バスが入っちゃうんです。で、あと残り400メーターぐらいですね、標高がですね。ですから、あの標高が高い割にはさほどですね、さほど本当にあのどうしようもないぐらいハードな登山っていう感じではないんですね。ですから逆にあの四国の人にとってみたら小学生の遠足であったりですとかね、石槌さんに、石槌さんがです、そうなんですよ。はあ、そうなんですね、うん。まあ、でもその見る角度によってはこう姿がこう違って見えるという、はい、場所としては何県になるんですか。これね、愛媛県になりますね。愛媛県、まあ、四国4つでできてますよね、はい。ちょうどその瀬戸内海側の方は愛媛県と香川県、うん、はい、そして、まあ、また太平洋側というか徳島県と高知県ですけれど、うん、その、まあ、広島県に一番近い愛媛県の一番南の端って言いますかね、うんうん、ちょうど高知県との県境ぐらい、はい、そのあたりにこの石槌山というのは位置してるんですね。なるほど。となるとやっぱ冬はやっぱり雪も降る。ああ、もう大変なもんですこれは。大変なんですよ、ね、雪深い、もう四国なんて言えばね、穏やかで、ね、その太平洋も近いしですね、雪なんてっていうふうに思われるかもしれませんが、うん、この冬場の石槌山というのは結構過酷な自然環境に置かれます。そうなんですね、そうなんですよ、いや、山一つとっても本当にいろんな顔を持つ、懐が深いんです。なるほど、非常に懐が深いですね。中国山脈がどちらかというと本当に谷合筋も本当にその深い感じがしますしね、あの山並みなんかも非常にあの中国山地以上にどちらかというと広がりみたいなものも感じますしね、広がりも、感じますね。なるほど、まずは山のこの高いところの際っていうのを、ね、紹介いただきました。他にもその極める際端っこ、そうですね、あの四国、その形をイメージしていただいたら、はい、四隅にいろんな岬っていうかですね、例えば南の方の東の方は高知県の東の方に足摺岬なんていう、ね、足摺岬ありますね、ありますよね。その反対が今度はですね、うん、愛媛県側の方なんですけど、四国のいわゆる北の西の外れの方、うん、ここずっとですね、ちょっとその地図を思い浮かべていただければいいんですが、なぜかしら細長い半島がですね、いわゆる大分県側の方に向かってずっと連なっていくんですよ。あの宇和島の先の方ですね。そうです、宇和島のちょっと上の方ですね、上の方ずっと上の方ですね、まるであの牛のベラがブラブラブラってみたいな、ちょっと表現がその適切かどうかは知りませんがベロベロベロってですねあのちょうどあそこ豊後水道なんですね、ちょうど愛媛県とその大分県との間豊後水道なんですが、その豊後水道に向かって本当横一線にずっとですね、これは何かいなと思うぐらい、そこが佐田岬。